どうも、たけでございます。今回はですね、ちょっと先日プリキュアの専門店のプリティストア行ってきたので、何買ったかをサクッと紹介していきたいと思います。はい、まずはこちらプリキュアオールスターズのクリアファイルですね。これなんか結構うちデザイン好きで買っちゃいました。でもあんまり学校では使えないかな。まあ家で使うようですかね。あとは学校で使えないシリーズ、こちらなんだこれ、なんだ、何か、なんかのタオルですね。タオルなんですけど、これを学校で使ったらちょっとやばい目に見られそうだから、まあ、多分使えないんですけど、まあ多分うちが頭を貸しやすってことは、まあみんな分かってるからワンチャン大丈夫ですけど。まあ本当にこれ以外使うやつがなかったくらいに使っておきましょうかね。まあ普段使うのは私物用ですかね、家で使うとか。で、続いてなんだけどね、これなんか袋に入れてくれたやつがすげえ可愛いですね。はい、適当に開けていきましょう。はい、続いてはこちら、はい、キュアコーラルのね、ちょ、見ないか、キュアコーラルのストラップかな、ストラップ買ってきました。これいいですね。あとキュアコーラルのこれ、なんて言うんだろうな、これなんかぬいぐるみだけど、正式名称は分からないですね。ちょっと分かりません。はい、缶バッジとか多数ですね。缶バッジいっぱいあります。あべ、缶バッジ6つくらいかな、6つありますね。よし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 。はい、こんな感じです。まあ、いっぱいあります。まあ1個400円、まあまた。これはあれだな、ちょっと待って、開けるわ。つながるアクリルスタンドコレクション、はい、3台分買ってきました。ハピネスシャリプリンセス魔法使い、3台分買ってきました。これちょ、まあ後で開けるか。まあ、じゃあまず缶バッジ開けるか。缶バッジ何が出るかな。個人的にはキュアドリームとか出てほしいですけどね。よいしょ、はい、おおいや、これいいじゃん。あ、めっちゃヒーリングとプリキュア集合してますね。あ、いいじゃん。集合系はだいたいいいです、当たりだからな。まあ、外れはないんだけど別に。まあ正直、まあ、当たりかいいなってやつですよね。はい、続いていきます。せーの、はい、うわキュアドリーム出ちゃった。はい、次キュアドリームかぶったら面白いけど、どうですかね。せーの、ドン。あ、危ねえ、ピンクだから一瞬終わったかと思った。せーの、おあ、ちょっと違うんだね。あ、全部ピンクだった。でもちょっと違いますね、なんか和風フォルムみたいな。これも映画見たけどさ、これ、映画で出てくるんだけど、これフォルムの名前を忘れちゃった。で、まあ、まだ缶バッチあるんで開けていきます。これちっちゃいのかな、この缶バッチ。よいしょ、はい、おお、こんな感じなんだ。キュアフォンテーヌですね、いいですねこれ。せーの、よいしょい、おー、あ、キュアアースですね。悪くない、いい、いい、全然いいじゃん。はい、じゃあ続いてはアクリルスタンド開けていきたいと思いますね。まあこんな感じですね。じゃあちょっと3つ開けてつなげてみるわ。はい、ちょっと結構日にち空いちゃったけど、つなげてみました。いやー、いいねこれ、全部揃えたらすごい。うちてか全部揃えたいわ。いやー、めっちゃ可愛いですね。もうなんかここら辺、後ろにもなんかプリキュアのアクリルスタンドあるけど、いやまあそういうとこ置いてるとこなんですけど、いや、いいですねこれ。全部揃えたいけど、これ1個1100円とかするからね。ちょっともうちょっと大人になったらやろうと思います。動画閉めるか。というわけなんでね、今回はこんな感じで終わろうかなと思います。てか今はね、コロナでなかなか厳しいかもしれないけどね、割と落ち着いたらぜひ行ってみてください。横浜、東京、大阪にあります。それでは。